皆さんこんにちは。サクッと3分で今日もトレーニング頑張っていきましょう。今回のトレーニングはスタンディングでの腸腰筋下腹部のトレーニングになっていきます。一つ前の動画では寝転がった状態フロアバージョンでの腸腰筋のトレーニングもご紹介しています。ざっと腸腰筋についておさらいしていきましょう。腸腰筋は3つの筋肉からなっています。腸骨筋、大腰筋、小腰筋、この3つですね。これらは足を上げたり、そして足を外に開いたり、こういった動きを助けてくれる筋肉となっています。ですので今聞いただけでもダンスにおいて非常に重要な筋肉であることは分かっていただけたかと思います。こちらを鍛えていくことで腹筋の下の方、下腹部ですね、こちらの方がすっきりと締まっていくとともに、自由自在に足を上げたり下ろしたりということをコントロールできるようになりますので、ぜひ一緒にトレーニングやっていきましょう。それでは早速スタートです。皆さんお疲れ様でした。今日の腸腰筋のトレーニングは立っている状態をキープしながら行うので、バランス能力も必要になってきます。解説を行っていく前にまず準備体操のところから説明していきたいと思います。まず体幹部をしっかりと使えるようにするために腹式呼吸などは行って体を温めといた方がいいですね。腹式呼吸を行えば反り腰になって必要以上に腰を負担をかけることも回避できるようになりますから、こちらは有効な準備だと言えると思います。また太ももの前面を伸ばす、このようなストレッチだったり、お尻の筋肉を伸ばすために
ツイストをしてお尻を伸ばしておいたりすることでかなり腸腰筋働きやすくなりますので、ぜひ軽くでもいいのでその筋肉にこれから使うよという命令が伝達されやすいように軽く温めておいてください。それでは今回のメニューの解説を行っていきますが、5つのパートからなっています。やっていること自体は実際には3つです。まずは準備の立ち方からです。今回は足の形1番といって、かかとをつけた状態、そして軽く V でいいです。あまり骨盤や膝に干渉するような形での広い V ではなくて、自分が楽に立てるな、バランスが取りやすいなということで軽い V にしておいてください。それではパート1です。ニーレイズシングルですね。これ私足を上げて膝の高さと骨盤の高さを合わせることを、これを足のノーマルポジションと言っていますが、こちらまで上げてください。そして地面と直角に膝下を垂らすようにして、足先はフレックスにするようにしてみてください。ワンカウントずつ上げ足踏み上げ足踏みという流れになっていきます。足を置く際は少しだけ前に踏むようにすることと、置くときに膝やつま先が内側になってしまうと外側に効いてきてしまうので、できるだけ骨盤をしっかりと開いた状態で上げ落とし上げ落としということで、ワンカウントずつやるようにしてみてください。不安な方は何かにつかまってもいいと思います。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ、一つ一つストップするように行ってみてください。パート2ではこれを反対で行っていきます。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ。さあパート3です。パート3は単樹というテクニックを使っていきます。単樹はこのままかかとをぐーっと前に出すようにして、離れたところでポイントにしていくと、骨盤を支点にしてぐーっとかかとからすらしていって、離れたところでポイントにしていくと。このポーズができましたら 1,2,3 3回タップしていきましょう。 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3だいたい5センチから10センチ程度でいいので、弾くようにタップをしてみてください。これを 4A と繰り返し行っていきます。怖い人は何かに捕まってくださいね。単樹の形をして骨盤をまっすぐ確認してもらって、 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 パート4ではこれを左足で行っていきます。まず単樹の姿勢をとって、7 8 and ポン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 5、6、7、8。この股関節の付け根のところを触っていただくと、筋肉がキュッキュッキュッて反応していくのが分かると思います。さあ最後はバイシクル、足を回す動きですね。前蹴りのような動きになっていきます。パート5ですね。こちらからまずはノーマルポジションに上げる、そして膝が伸びるところまで足をしっかりと伸ばしてください。フレックスキープしてくださいね。そこから円を描きながら気をつけに戻ってくる。反対の足に入れ替えて、2つ目の動き、3つ目の動き。これをワンカウントずつ、1個ずつストップするような感じで、1,2,3 1,2,3 この時にハムストリングが硬い方は、ノーマルポジションから少し下に下がっちゃっても構いませんので、膝を伸ばすことを優先にしてみてください。こういう形よりも、ここの方が効果が高いということですね。補足になりますが、腸腰筋ってどうしてもこのしっかりと骨盤を立てておかないとなかなか働かない筋肉なんですね。ですので猫背になってたりとかするとちょっと腸腰筋逃げてしまいますので、ぜひしっかりと張った状態、上半身が動かないように、ここでも構いませんので、しっかりと足を伸ばす、膝を伸ばすということが大事になってきます。以上で今回のメニューの流れ、解説は終わりにしたいと思いますが、この腸腰筋をしっかりと使えるようにすることで、私生活はもちろんのことなんですが、ダンスにおいては非常に頻繁に使われる足を上げる、そして置くという行動が必ずバランス取りやすくなりますので、ぜひ一度は向き合ってほしいボディコントロールになっていきます。ボディコントロールシリーズというレクチャー動画も出していますので、ぜひそちらも参考にしていただきたいんですが、何を行うにしてもバランスが取れているオンバランスの状態をしっかりと作り、そこからどの筋肉をどの程度力ませてアクションを行っていくかというのは非常に大事になっていきますし、慣れてくると上半身を脱力した状態で先ほどの前蹴り、バイシクルの動きもできるようになっていったりとかしますので、
ぜひどこの筋肉をどれぐらいメインで使っていくのかということを考えながら筋トレを行っていただければと思います。また体幹を鍛えていくという動画はシリーズ化して筋トレいくつかありますし、ジェミニーズアイというコーナーで知識の方をお伝えする動画もアップしていますので、ぜひそちらも合わせてご覧いただければ効果も倍増すると思います。それでは今日のトレーニングを終わりにしたいと思います。みんなで足を元気よく上げてエナジー全開で毎日頑張っていきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。